はい、皆様こんばんは。11月16日月曜日、264回のしゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、朝からですね結構暑い、一日でしたですね。今町歩きセンターもですね、まあ、20度前後ぐらいでね、ちょっと暑い格好、暑い温度になってますので、ちょっとこういう柔らかって言えばおかしいですけども、軽い、服装でちょっとやらさせていただいております。さて今日のゲストをご紹介いたしますけれども、東城にはですね真っ白焼きの窯がね3軒ございます。前回も出ていただいたんですが、欅窯、東流窯、それと3軒目の雨飾り工房ですね。これの窯元であります宮崎智樹さんに今日はおいでいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、東城のですね宮崎さんの雨飾り工房のね場所っていうのも確認していただくんですけれども、こういう形でですね、毎年、これ4月ですね、こういった形で、4日、今年の分ですね、これはね、そうですね、はい、焼き物巡りという形でですね、3軒の窯元、雨飾り工房さんとか、東流窯さん、それから、欅窯さん、ここを回るような巡りをするあれですね。まあこういった杏子の時期になりますとですね、ものすごく綺麗なんですね。まあなんていうか扇状地でさーっとね、周りがよく見えるっていう形で綺麗なところですけれどもね、まあそんなところに、工房を構えている宮崎さんにちょっと今日はお話を聞きます。で、これですね、松代焼きのところですね、これ皆さんもあれだと思うんですけども、昔からですね、荒神窯であったり、原の窯、それから、名運、これ南雲窯、はい、それから山根、それから天王山っていうんですね。で、ここに東城にあります欅、雨飾り、東流窯っていう形ですね。で、まあ、あと一つ、こちらにあります松代陶園さんっていうのがね、これが松井窯っていう形ですね。全部で松代には4軒ございますね。その中の宮崎さんとこの雨飾り工房という形で、まあ、ちょっと松代焼きのですね場所的なものをちょっと確認していただくとですね、まあ今私どもがこの角にいるんですけれど、これからずっと、東の方行っていただくと、突き当たりになりますと雨飾りというかね、左側に雨飾りがあって、真正面には清滝、それから阿弥陀堂清滝観音があるっていう、まあどんどん行けば看板が立ってるんで大丈夫ですね。そうですね、はい、はい、皆さんのところで行っていただければいいかなっていう形です。はい、それからですね、宮崎さんのこのあれですね、雨飾り工房っていうのの由来っていうか、名前をつけたのはどういうあれだか、ちょっとあれですね、お話いただけます？はい、私独立したのは30年前なんですが、はい、今の現在の雨飾り工房ではなくて、それよりももうちょっと車で5分くらい山を登った清滝の近くに土地を借りましてね、工房を作ったんですよ。でそこで14年ほどやってましたけれども、そのうちちょっと手狭になったし、もうちょっと広い作業場が欲しいということで、現在のところをお借りすることができて、でそこで工房を建てたんですが、一時期併用してたんですね、上も下も両方使っていたわけなんですよ。それで上は清滝窯という名前にして、下はすぐ北を見上げると雨飾山っていう、あ、ありましたね、三角形の山がねあるんですけど、その足元だったもんですから、下の工房は雨飾り工房というふうに分けてやっていたんですが、今は現在の場所一本になりました。なるほどね。まあこれあれですね、まあ、陶芸をやるきっかけっていうのはどういうあれなんですか？私は松代焼きを復興された唐木田又蔵先生のところに指示したんですけども、私はその前 2,3 年自転車に乗って日本中をこうふらふらと言いますかね、回って歩いていて、ずっと北海道を一周したり、してたんですが、途中家に復興ができて、お葬式ができたっていうんで呼び戻されてね、でしばらくその後実家にブラブラしてたら、前もそろそろ落ち着いて働いたらどうだと
そういうふうに言われましてね、はいはい、でまあこういう性格だからサラリーマンはもうちょっと無理だし、うん、職人になろうかと思って、はい、で大工がいいか石工がいいか、はい、いろいろ考えたんですけど、はい、友人があの陶芸教室に通ってましてね、焼き物っていうのも面白いぞっていうんで、でその、 あの友人から唐北先生の存在を教えてもらって、はい、じゃあちょっと見学に行ってみようかっていうことで、うん、で行ったところがちょうど先生の方も人手が欲しかったところで、うん、それでじゃあしばらく通ってみなさいっていうのを言われましてね、はい、うん、それから気がつけば10年経ってたという。なるほど、ね、これまああのあれですね、これで、お生まれになったのが1955年という形ですね、はい、で、唐北先生のところに行ってあと独立されたという形ですね、はい、東ジョニーだで今現在のところで雨飾り工房をやってますよっていう形ですね、で、先日ちょっと行ってきました。はい、でこれが現在の雨飾り工房の入り口になりますね。この裏はこれは何になりますか。この裏の山はこれは奇妙山、奇妙山になるんですかね、はい、で先ほど言ってたこちら側が雨飾り山ですね、そういうことですね、はい、はい、まあ結構いいところですよね、あの眺めもいいところですし、はいはい、でも結構中入りますとこういう形で結構いろんなものが飾ってあるんですけれどもね、こういったものを、まあ、これも全ていろんな、もうこれ自分で好きに作るという形になるんですか、まあ、そうですね、はい、そういうことですね。あとこれも見ていただくとこんな形で展示されてますね、まあ、これはあれですかね、こちらの方は何ですか。とっくりですね。とっくりですか、はい、この上は何になるんですか。それは花瓶ですね。花瓶ですか、はいはい、この上も同じですか。そうですね、花瓶ですね。そうなんですかね。で私驚いたのはこれあの薪ストーブが置いてあったんですね、これはあれですかね、どういうあれなんですか、ね、まあ暖房も兼ねて冬の間はずっと薪を焚き通してますけど、はい、この、 あの灰が取れますね。あ、はいはいはい、それが上薬の原料になるわけです。あ、なるほどね、あ、それ領徳。そうです。なるほど、ね、あのというよりも灰を取るために薪ストーブを焚いている。あ、なるほどね、そうでないとわざわざ薪を燃やして灰を、はい、作ってるような人もいるわけなんですよ。あ、なるほど、結構取れるもんですか。はい、こうちではあの奈良とかクヌギ、あ、それが決めて、片木の薪っていうに決まっていて、あの昔の町田焼きもそういう灰を使ってたわけですね。あ、そうですか、うん、各家庭にあの炭を使いますよね、はいはい、お子さんとかね、それからあのかまどの灰だとかね、はいはい、そういうのは大体片木が主なんですよ、昔の燃料っていうのは ね、 なるほどね。でそれを集める業者がいて、はい、江戸時代は、はい、それを引き取ってきてまずね染め物屋に持っていくんです、うん、何で持ってくるんですか。染め物屋に持って行って売るんですよね、ええ、そうすると染め物屋ではそれを水に溶いて、はい、出た上水、はい、アクの上水、ああ、ね、はい、それがあの染め物をする時の焙煎剤になるんですね、アクが。それで残ったアクの抜けた灰は染め物屋さんいらないから、ええ、今度またそれを業者が引き取ってきて、うん、アクの抜けた灰を昔さっきやったね昔の窯元へ持って行って、はい、売るんです。なるほど、今よりもずっとねリサイクルの意識が高かったんですよね、うん、あ、そうですか。だかそれは今そういうことやってくれる人もいないから、うん、自分で自分でやる、ええ、あ、なんか行ったらなんか大きなあれだってぐるぐる回すようなのもあったりとか、ええ、そうですね、はいはい、これなんかはあれですね、で、ガス窯か、ええ、ガス窯ですね、うん、まあこれちょっと珍しいんで写真撮ってきたんですけど、これがバーナーで、ええ、でこの上に穴が開いてて、はい、これであの空気入れ空気を取り入れるばっかじゃないんですね。じゃ、これはね、うん、焼いてる時はこのこっちのように閉じてるんですよ。それで焼き終わったら、はい、これを外して、はい、そのバーナーの上にこう耐熱性の板を差し込んで穴を塞ぐんですね、バーナーの穴を、はい、それでまたこの蓋をしちゃうんです、うん、あの冷たい空気がバーナーの穴から入ってきてしまう、入らないように入らないように、うん、その入ってしまうとね釜の温度が急激に下がってしまうんですよ。あ、なる
ほどなるほど。そういう保温という意味合いでね。なるほどね。あとここにも一応写真で、これはやっぱ乾燥してるっていう形なんですか？ね、作ったものをね、干してる状態ですね。これどのくらい干すですか？まあ大小によって違いますけど、まあ約2週間もあれば大体乾きます。自然乾燥みたいにね。で、一釜分溜まったところでまとめて素焼きをして、で、それの素焼きをしたものを上薬をかけて、さっきのこのガス釜に入れて、本焼きをするっていうことですね。なるほどね。だからこの焼くのは2回焼くってことになるんですね。そうですね。片方焼いてっていう形でね。はい、で、あとはですね、まあ、こういった形でですね、これももう一つありました。これが登り釜ですかね。はい、登り釜ですね。これはどのくらいあれですか？入るんですか？これはね、ちょっと少し小さいく作り変えたんですけど、それでも800ぐらいは入るんですけどね。800ぐらい入る。だこれだったらもう本当に800作って並立てじゃないですか。そうですね、時間かかりますね、何ヶ月も。なるほどね、はい、毎日やっても切れないですね、でも、だからね、その800個たまる前に注文いただいて、これを作ってくれ、あれを焼いてくれっていうのに、それでガス釜を焼くとせっかく作りためたものもまた減っちゃいますよね。あ、はいはいはい、なかなかこの登り釜一釜分たまらないんですよ、なるほどね、まあ、これ焼いたやつがですね、まあ、とその隣にあるんですけれど、はいはい、これちょっとまた説明していただいていいですかね、はい、マッスル焼き独特のものもありますしね、はい、この手前の方からちょっと説明していただいていいですか、はい、まあ、マッスル焼きの皆さんのイメージっていうのはこういう青い色だと思うんですけどね、はいはい、ここにあるのは、まあ、花瓶、これもこれも一輪挿しというか花瓶ですね、はい、でこっちにあるのは猫のシリーズで、一番向こうのは、尻尾から水が出るようになっていて、猫のとっくりです。珍しい、はい、なるほどね。でこれはね、はい、シュガーポットですね、はい、ああ、なんか取れるようになってて、はいはい、これが蓋で、はい、この招き猫になってるんですが、招き猫の手がスプーンになってる。でこれで はい、猫の手を借りることができる。ああ、なるほどなるほど。シャレになってる。はい、こういうのもあれだね、みんな自分で宮崎さん考えなきゃいけないですね。そうですね。これの考えるっていうのはどういう時に考えるんですか？実際に作ってる時ですね。例えば湯飲みだとかご飯じゃんだとか、はいはいはい、ところで作っているさなかに、はい、これこういうふうに曲げてみようとか、そんなようなことがアイデアがパッと浮かんでくるんですね。あ、なるほどね、はい、あとその前にある湯飲みっていうか、はい、コーヒーカップみたいのがあるんですけど、これはこれは3つね、同じ形、はい、大体同じ形なんですが、はい、色が違いますよね。あ、違います。すぐ一目瞭然、はいはい、これはちょっとした釜の中の温度の違いで違ってくるわけなんです。あ、そうですか、はい、同じその上薬塗ったとしてもこれとこれは全く同じだけどね、うん、こっちはね、少し原料に灰を使うってさっきお話しましたけど、あ、はいはい、藁の灰も使うんですね。でその藁を少しこっちよりも少し多めに入れたものがこれです。あ、そうすると白っぽく、ね、白っぽくなるんですよ。なるほどね。でこれも同じ藁の灰がちょっと多めの、まあ、今年の干支の羊と来年の干支の猿ですね、はい、それは何ですか？四刺しか。四刺しですね。あ、なるほどね、はい、まあ、ちょっと面白いあれですね、まあ、これからあれですね、まあ、学生さんっていうか何ですかね、陶芸教室か、はい、それも何かやってるんですね。え、やっております。はい、あとは、これ1年間ぐらい、あとこれからの何ですかね、取り組みみたいなのはどういうふうな形になるですか？1年間ですか、うん、そうですね、まあ、今はさっきも話したようにこのなかなか登り釜やってじっくりこうね、うんうん、時間かけて焼くっていうのがなかなかできないんですよ、はいはい、おかげさまで注文いただいたり、うん、お店なんかも卸してるもんですからね。あ、なるほどですね。それでだいたい月に1回くらいこのさっきのガス釜を焼くっていうのは、はいはいはい、ガス釜ね、こちらでね、っていうようなことですね、
あとなんかこれ面白い、あの工房の永久保証とかっていう、ね、これちょっと説明してもらっていい、はい、あの軽くでいいですけども、はい、ご愛用いただいてるお客さんの中には、はい、例えば湯飲み茶碗5つセットで買っていったんだけれども、はいはい、1つだけ落として割っちゃった、ね、あります。それから急須を使ってたら蓋だけ落として壊れちゃった、はい、そういうの時に、はい、行ってきていただければ、はい、似たようなものがあれば無償で交換したり、うん、あるいは、うん、お安くやる、お売りするにしてもお安くしますっていう、うん、永久保証っていうやつなんですが、まあ永久とは言っても私が働ける間ですのでそういうことですな、ご容赦願いたいんですが、はい、分かりました、はい、まあ、ちょっと時間になりましたけれども、はい、今日は本当に天飾り工房さんでちょっと一旦だけお聞きしました、はい、今日は本当にありがとうございました、ありがとうございました。先に言われちゃった。いや、三田さん、ちょっと言いづらいね。三田さん、素晴らしいって言おうと思ったら先に言われちゃった。誰が言ったの？二本松さん。まずいね。やらしいね。はい、ということで、はい、もう行っちゃいましたから。予告ね。そういうことです。はい。はい。あのね、はい、予告ですが、ね、11月の21日ですね。はい、これね、真っ白文化ホールでね、おちょっとサイン、シュープーテー小柳さんっていうのかな、この方がねゲストでね、やるんですね、うん、ちょっと珍しいあれなんで、ちょっとご紹介しました。ワンコインじゃないんだね。ワンコインじゃありませんね。あ、はい、あのねこれ入場料1000円 で、 あ、でも安いですから通行人、うん、まあそういうふうにまあいいです、はいはい、そういうことで、はい、はい、分かりました。それでは来週の予定を、はい、来週はですね、はい、この水彩画、これやってらっしゃる方いてね、ちょっと古典みたいなことを、ね、やったのでね、うん、これを吉沢さんっていう方なんだけどね、この方に来ていただいてちょっと三田さんやってみます。来週またパーソナリティ。あ、そうなんです、そうなんです、うん、お疲れさんでございます、うん、ありがとうございました、うん、そういう形でやりたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。どのような内容、まあ、どんなような、ま、楽しみ、うん、そうだね、大体ねちょっと珍しい、ね、大工さんやったりなんかしながら、ね、こういうシーズンでね、なんか話聞いたらねちょっと楽しいよって、うん、ちょっと楽しいよって、うん、だから皆さんもやったらっていう話なんだけど、そんなお話、はい、そういう話ができればいいかなっていう形ですね。素晴らしい、はい、それは本当に楽しみで、はい、はいはいはい、それでは何それでは来週のしゃべる場所をどうぞよろしくお楽しみに。それそれ。